俺、天才だからな。焦れば命を落とす。うん、エレン、今度狩りに行きませんか？狩りか。お前と一緒ならうまく捕まえられそうだな。サシャ、狩りなら今度私が付き合ってあげる。エレンを危険な場所へ連れて行くのはやめて。そうですか。ならミカサを誘いますね。エレン、私の髪留めを見なかった？落としたのか？探すんなら手伝うぜ。やっぱり自分で探してみる。ごめんなさい。そうか。積極的に手伝おうとするなんて、エレンはクリスタに何か特別な感情でも？エレン、今クリスタの頼みを断ってなかったか？クリスタをいじめるんじゃねえよ。はあ？妙な言いがかりはよせよな。エレンじゃなく、あなたに手伝ってほしいみたい。早く行ってあげた方がいい。ふん、なんだ、そういうことか。おい、ミカさん。何も、嘘ついてまであいつを追い払わなくても。まさか、クリスタじゃなくて、彼女に特別な感情が。ああ、さっきから何ブツブツ言ってんだ。式は上場かの。やれやれ。超絶美女の巨人はおらんか。
人類の底力を見せてやる。次の任務は活躍するぜ。守りきるしかねえ。分かってる、行こう。私が前に出る、続け。どんなもんだ。
ったぜ。ありがとう。俺が相手してる。普通のことをしただけだ。兵士としてな。頼むぜ。頼みだ。了解だ。
よっしゃ、守り切ったぜ。あれ、もう終わりかよ。人類の未来のためだ。さあ、活躍するぜ。守るのが私の務めだ。ザマミラ！
ぶっ倒してやろうぜ。どんなもんだ、ぶっつけやったぜ。決めてやる。はい、はい、やってやったぜ。どんなもんだ。聞いてないよ。はっ、どんなもんだ。落としたぜ。やいこりゃ。あんな巨人見たことねえぞ。どんなもんだ。天才だからね。でけえだけだな。へえ、やるもんだな。ぶっ倒してやろうぜ。聞いてないよ。
天才かもな。迷いなく自分の命をかけられる兵士なれるかどうか、俺はちょっと自信ないな。やったぜ、やったぜ。よら、決めてやる。頼むぜ。どんなもんだ。了解だ。一瞬たりとも気を抜けないぞ。人類の未来のためだ。生きていくのは大変だわ。
さあ活躍するぜ。切り抜けられた。感謝する。俺もやるでしょう。応援団、やばいってことだよな。Thank you.
こせ！あんな巨人見たことねえぞ。見直すよな。すごい活躍ね。来いよ。決めてやる。ぶっ倒してやろうぜ。人類の恐ろしさ思い知れ。
少しでも可能性があるなら、それにかけるしかない。行くぞ。慣れたもんな。
決着はついた。これで帰れるんだよな。やっぱ俺って天才だな。神よ、ただ飯ぐらいの品種。ほう、ただ飯ぐらいの品種。さあ活躍するぜ。村のみんなだって俺のこと見直すよな。いい流れだ。私も負けてはいられない。俺が相手してやる。どんなもんだ。俺天才かもな。
さあ活躍するぜ。ありがとよ、ありがとよ。巨人をぶっ倒してやるぜ。決めてやる。みんなだって俺のこと見直すよな。了解的。
相手がどんな強敵だろうと、もう俺は逃げねえ。どんなもんだ。俺天才かもな。行くぞ。なかった。それよりハンネスさんが部隊長だなんてな。ああ、まったくだ。ありがとうよ。俺が相手だとはどうもなれねえな。
ちの勝ちだ。俺は勝ったぞ。神よ、戦ってこそ兵士だ。さあ、活躍するぜ。決めてやる。戦え。了解だ。どんなもんだ。絶対に助けねえと倒したぜ。無縁弾、やばいってことだよな。決めてやる。決めてやる。落としたぜ。やいかいや、ぶっ倒してやろうぜ。俺は天才だからな。すごいね。怖くないよ。俺が相手してやる。
頼むぜ。サロミだ。俺が相手してやる。やってやったぜ。やってやったぜ。ぶっ倒してやろうぜ。今のうちに補給に戻る。俺が相手してやる。ぶっ倒してやろうぜ。調子でやった。
神聖なる壁を疑ってはなりません。神の手より生まれし壁は信仰心を捧げることでより強固になるのです。神を信じる無垢な心こそが巨人から我々を守る術であり、唯一巨人を退けられる力で。ニック司祭じゃありませんか。なんでこんなところで演説してるんです。我々は兵団の人間にも正しい教えを伝えたいのだ。壁に触れない限り私たちは脅かされることはない。5年前もウォール卿はそう言ってましたけど、結局は超大型巨人がやってきましたよね。本来触れることすら恐れ多い壁に兵団が手を加えた。そのことが招いた災いだ。巨人の侵攻に対抗するなら壁の強化や武装は必要不可欠です。よさぬか、この不届き者め。貴様らはあの壁を、人知の及ばぬ神の偉業を見てもまだわからないのか。話にならないね。行こう、アルミ。あの人たちのせいで壁上を武装することさえ時間がかかったんでしたよね。ああ、あの壁に対する狂心的な態度、いつか私たちと調査兵団と衝突するかもね。ただ飯ぐらいの兵士。ほう、じゃ日々の暮らしで精一杯だぜ。酒が足らんわい。おう、式は上々かの。活躍するぜ。決めてやる。頼みだ。
天才かもな。仲間の援護に回るか。はい、来いよ。するんだ。決めてやる。ぶっ倒してやろうぜ。苦戦してやがる。以内で卒業したことは、いつか村に帰ったら必ず自慢してやれ。了解的。
タイプだ。
さあ、活躍するぜ。守ってちょうだいね。守り切るしかねえ。行ってやったぜ。あっちは苦戦してるのかよ。ありがとうよ。行くぞ。ジョーラ頼むぜ。行ってやったぜ。わかった。頼みだ。倒したぜ。ありがとうよ。みたいなチビに兵士は無理だとか言いやがって。決めてやる。はっ、倒したぜ。すまねえな。はっはっ、いった。倒してやろうぜ。押されてやる。上演はまだか。締めてやる。どんなもんだ。頼め。頼みだ。わかった。わかった。悪いな、これ。次は俺がお前を助けるからよ。気にすんな。相手してやる。はっ、やったぜ。ぶっ倒してやろうぜ。ウェンダン、ヤバいってことだよな。はっ、俺が相手してやる。はっ、頼みだ。はっ、はっ、倒したぜ。決めてやる。行くぞ。
あんな巨人見たことねえぞ。見直すよな。よく動けてる。その調子。
よっしゃ、守り切ったぜ。あれ、もう終わりかよ。俺、天才だからな。最後に勝利するのは俺たちだ。うん、エレン、怪我してない？ああ、平気だ。喉は渇いてない？水を汲んでこよう。いや、大丈夫だ。お腹空いてるんじゃない？私が何か取ってこよう。いい加減にしろって。俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。ふざけんな、羨ましい。じゃあ何怒ってんだ。お前は自分がいかに恵まれているのか分かってんのか。ああ、はあ、お前の方がよっぽど恵まれてんだろ。優しい母さんだっているしよ。うるさいバカ、そんな話はしてねえだろ。気分悪い、心底ムカつく野郎だぜ。なんだあいつ、わけわかんねえ。さあ活躍するぜ。どんなもんだ、ぶっ倒してやろうぜ。
あんな強そうな巨人に勝てるのか。倒したぜ。よいこいよ。倒したぜ。俺が相手してやる。心臓は一つだ。死に時を見誤る。ありがとうよ。決めてやる。ぶっ倒してやろうぜ。決めてやる。倒したぜ。よいこいよ。頼むぜ。
ねえな。すごいな、あんな風に戦えるなんて。強そうだな。戦わなきゃダメなのか。次の任務は。おお。人類の底力を見せてやるぜ。
さあ、活躍するぜ。ここでやるしかねえだろ。ありがとうよ。行くぞ。無縁弾、やばいってことだよな。どんなもんだ。了解だ。やってやったぜ。決めてやる。要請を確認した。援護に向かう。俺が相手してやる。頼むぜ。やったぜ。了解だ。俺が相手してやる。やったぜ。決めてやる。ぶっ倒してやろうぜ。俺が相手してやる。逃げてやる。
俺も負けちゃいねえけどよ。
なんだあいつは。なんかやばそうな感じだぞ。ぶっ倒してやろうぜ。作戦が理解できないことがあるけど、俺がバカだからなのか？やいかんよ！ぶっ倒してやろうぜ！おいおい、あんな奴がいるなんて聞いてねえぞ！ついた。これで帰れるんだよな。俺にかかれば大したことないな。
おい、エルヴィン。ナイルか。憲兵団の仕事はどうだ。相変わらずだ。上に言われた仕事をこなすだけさ。そっちこそまた博打めいた作戦を考えてるのか。俺はこれしか脳がないからな。秘密主義も相変わらずか。それでよく部下がついてくるもんだ。ありがたいことにな。俺を信頼してくれているようだ。上に立つ者はその信頼に応える責任がある。俺はとてもお前みたいに博打を打つ気にはならん。部下に無理を強いているのは分かっているさ。いつも無茶ばっかりしやがって。まだくたばってないだけマシか。お前はきっと早く行っちまうもんだと思ってたからな。ああ、思えばお前とは一緒に調査兵団を志した仲だった。しかしお前は行きつけの酒場の女に恋をし、一人の女性を守る道を選んだ。ああそうだ。俺はお前や他の同期を裏切り、今日まで抜け抜けと生き延びた。そんな言い方はよせ。お前を尊敬している。俺たちにはできない生き方をお前はやったんだ。そいつはどうも。おお、貴様らまだ巨人の餌にはなっていないようだな。教官、なぜここにおられるのですか。第104期の新兵どもがふぬけておらんか、この目で確かめに来たのだ。貴様はライナー・ブラウンだったな。卒業成績は良かったが、気を緩めておらんだろうな。はあ、実戦に出て、一層気を引き締めております。コニー・スプリンガー、貴様はどうだ。はっ、ふぬけず励んでおります。ふん、ならいいがな。少し戦闘に慣れてきた今が一番危ないのだ。経験のない新兵が少しでも調子に乗れば真っ先に巨人に食われる。肝に銘じておけ。はいはい。皆さん、お肉を手に入れました。どう調理するのがいいですかね。サシャ、それ上官の食料庫から盗んできたやつだろ。返してこいって。教官。え、教官。教官もお肉食べません。ちょっと、また貴様か。さあ、活躍するぜ。巨人をぶっ倒してやるぜ。あっちは苦戦してるのかよ。決めてやる。やってやったぜ。ざまみだ。おい、俺が手伝ってる。どんなもんだ。倒したぜ。マリ、危なかった。気にすんな。無縁弾、ヤバいってことだよな。決めてやる。ぶっ倒してやろうぜ。おい、
守ってね。お願いよ。倒したぜ。やいかいよ。頼むぜ。やってやったぜ。了解。俺天才かもな。決めてやる。落としたぜ。いつだ。落としたぜ。決めてやる。やってやったぜ。
領主を捕獲したいな。試したい実験が山ほどあるんだけどな。名前だってもう考えてあるんだよ。聞きたい？モブリット聞きたいよね。今は結構です。大丈夫。すまねえな。どうだ、行くぞ。やってやったぜ。はい、倒したぜ。こんだけやれば村のみんなだって俺のこと見直すよな。私が手を貸さなくても決めてやる。大丈夫だ。頼め。了解。了解ぞ。ありがとう。やってやったぜ。俺天才かもな。決めてやる。いいみたいだな。
俺が相手してやる。どんなもんだ。落としたぜ。俺が相手してやる。落としたぜ。俺が相手してやる。俺が相手してやる。ざまみろ。俺が相手してやる。どんなもんだ。
最後に勝利するのは俺たちだ。さあ、活躍するぜ。
決めてやる。やってやったぜ。迷いなく自分の命をかけられる決心。俺が相手してやる。なれるかどうか俺はちょっと自信ない。やったぜ。次は私が助けますよ。なあ、ヤバそうな時に働くお前の感覚頼りにしてるからな。よし、決めてやる。危険な感じが興奮します。
すまない。助かった。ぶっ倒してやろうぜ。上官の食料庫からもらえますか。倒しそうだ。さすが俺天才だぜ。負けてらんねえ。一番多く巨人を狩るのは俺だ。俺が相手してやる。あの巨人、注意が必要だ。やってやったぜ。やってやったぜ。やってやったぜ。目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要です。直すよな。調子いいみたいですね、コニー。これも狩りが楽しいんですけどね。落としたぜ。何者だ奴は。普通じゃねえぞ。決めてやる。ぶっ倒してやろうぜ。
よっしゃ、守り切ったぜ。やっぱ俺って天才だな。